皆さんこんにちは、フロマスクです。今回はスチームで新たに発売されたこちらのスイーツプッシャーフレンズに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちら2023年2月10日に発売された、ご覧の通りよくゲームセンターとかであるお菓子とかですね、それをすくってゲットしていくゲーム機のシミュレーターゲームのようです。公式で日本語にも対応しているようなので、早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。よし、じゃあやってきますか。ゲームスタートですね。あー、これでマルチプレイもできるんですね。はい、じゃあシングルプレイ。来ましたね。お、D で、こう動かして、あ、どんどんお菓子出てくる。で、左クリックであれなんだ。もう救えるんだ。お、左上にお金が出てる。で、こうですよね。あ、これお金か。はい。何回できるの？はい。これで押し出すと。どんどん行きましょうか。あ、いいですね。いいですね。このタイミングで下ろすと。あ、でもお金減ってってるな。お札落ちた。1万円欲しい。それ、現金の形のあれですよね。チョコレートとかなのかな。いや、結構難しいな、これ。で、この手前の黒いカゴに入れていけば、ハテナがある。ジャックポットあんのかな。もうちょっとこちら辺にやっていくか。いいですね。真ん中ら辺入るかな。ハテナ。それ、光ってるの取りたいな。お金が。これ、一回。ちょっと入りましたね。なるほど。やっぱこれ入れると、お菓子がそのままお金になってるんですね。現金に換金されてる。いいですね。そのでかいやつ。一気に。もう一回。もっとこうお菓子がいっぱいあるとこじゃないとあれですよね。入る。25円か。これまたなんかスキルとかあれなんですかね。いや、結構この土台部分が狭いから。最悪。難しいぞこれ。ここら辺行きましょうか。いや、でも懐かしい感じですね。ここら辺。ちょっと。いいかもいいかも。1000円入るか。1000円。入らない？もう一回ぐらい救うと1000円ゲットできそう。それは本当に1000円なのかな。いいですね。結構弾け飛ぶ。これぐらい。いいんじゃないですか？よし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 。1000円。次1000円落ちそう。1000円ゲットできるかな。70円。安い。それ1000円じゃないんですね。バンバン救ってっと。ハテナ来たかも。待って。落ちそう。難しいな、これ。はい。なんか、後ろのポスターも気になりますね。いろんな人の広告、これは本当のあれなんですかね。右後ろのポスターも微妙に気になる。結構落ちそう。もっと大量に。お金が最初1000円だったかな。ここら辺かな。最悪。最悪ですね。そのハテナが気になりますよね。重要そう。入った。何これ、暴走車。どういうことこれ。
ない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 よ。刺せ刺せ。どういうこと刺せって。何これ、刺した。あー取れたってこと。あ、暴走車を刺せばいいのか。タイミング難しい。待って、残り時間がタイミング難しいですね。それ暴走車刺す、うわー遅い。ちょっと待って、いけ、うわーダメ。ちょっと待って、いけ、よし刺さった。なるほど、わかった。いや相当早いタイミングじゃないとダメ。それ刺さってない。刺せ、よし刺さった。ちょっと時間がない。刺せ、よし。いやーもうダメですね。あーさてな、やるとジャックポットみたいな感じで何か起きんのか。イベントがお金が全然増えない。いやなかなか落ちてこないですねこれ。横に落ちちゃうんだよな。かなり難易度高いですね。700円になっちゃった。結構ボロボロ落ちてるんですけど、この黒いカゴに入ってくる。とりあえずその光ってるハテナがかなり重要そう。よし、20円。多分ワンプレイ30円ぐらいなのかな。あー、だいぶ救えてるんですけどね。あ、なんか、詰まり始めてる、お菓子が。お菓子がめちゃくちゃ詰まってきましたね。あ、すごいすごい。お菓子ないとこ全然ないな、これ。詰まって落ちてるとことか、ある意味チャンスか。ああ、そういうのとかも取れるわけですよね。いや、でもでかいお菓子は良くないな、これ。そこらへん、今のところが良かったな。あ、まだ詰まり始めてる。詰まってるとこから落ちそう。落ちそうで落ちないですね。いや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 。はい。いや、あれ難しいですね。あー、なんか、落ちそう。落ちてこい。落ちてこい。あー、そっちが落ちた。あ、それはできないですよね。あ、それ、取れそう。よしよし。あ、やっぱでかいやつはちょっと値段高いんですね。手前まで持ってくんのが相当大変だな、これ。また詰まってきたお菓子が。お菓子詰まってきましたね。ああ、よしよしよし。いいんじゃないですか？よし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 。いや、でかすぎでしょ、これ。無理無理、これ。ああ、よしよし。よし、取れた。ああ、もったいない。なんか人形みたいのもあるな。あ、光ってるやつだいぶ手前来ましたね。いい感じ、いい感じ。はい。もう一息。あ、光ってるやつ取れるかも。よしよし。その光ってるやつどうにかして、このカゴの中入れたやつね。横に落ちちゃいそうだけど。ああ、ペンギンみたいな人形は転がってった。いや、難易度高いですね。まあでもお金は、まあ、増えてはないか。あ、右上に、そのペンギンのやつの、
あれが出てるな。もしかしてジャックポット？なんかそんな感じだな。ペンギンの人形、重要かもしれないですね。その光っていうのを確実に落としたいですね。あ、来るかも。あ、ペンギン来ましたね。正しいだ。あー、ちょっと早い。ミスった。はい。その左のは、脇に落ちそうですね。いけない？ギリギリ乗っかってるけど。あ、最悪。やった、これ。これどうにかして。あ、これどかしたら落ちるな。この脇の取るの難しいのか。ああ最悪。ダメだ。もうこれですね。この真ん中のやつを確実に取りましょう。いや、難しい。あ、これで落ちるでしょ。さすがに、いけるはず。よし！くす玉。何これ？何くす玉って。あー！これを満たせばいいの？はあ。おお。ちょっと待って。ちょっと、どかしてるときに、こっち側のが、なくなっちゃうんですけど。はい。ちょっと、くす玉、どんぐらい満たせばいいの？あー、そう、あれ、チョコバーが引っかかってるんですけど。あー、入った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 。いいですね。いや、難易度高いな。はい。あー、もう、あー、時間がない。うわー。ダメ？ちょこちょこ入ってはいる。ちょこちょこ入ってるけど、あ、光ってるの来た。内側にあると取れないですね、光ってるやつ。基本真ん中あたりしか取れないんで。あ、ここら辺小物多いですね。それでいっぱい取れるかも。まあ、結構取れた。ほい。転がる。ちょっと大きめ。あ、ペンギン！あ、ペンギン来ましたね。ここら辺。安定して真ん中に置きたい。あ！落ちた。いや、これ難しい。はい。もう一回ペンギン。ペンギン来ましたね。逆にこれぐらいで上に乗せちゃった方がいいかもしれないですね。光ってる。あ、落ちた。ペンギン、難しいな、それ、集めんの。嘘、一個も取れない？ほい。あ、光ってるの取れるかも。ちょっと待って、アップグレード見てみましょうか。高い。ボックス拡張とか、基本5000円からだ。あー、お菓子の値段も書いてありますね。いや、どれもそんな高くないぞ、これ。結構地道にやらないとというか、もう破産しそうなんですけど。あー。はい。おー、光ってるの2つ取れた。はい。いや、どこ置いても結構滑り落ちてくんですよね。あ、それ、また落ちた。もうお金がないですね。あー、そっち側も落ちてるけど。他の台でやった方がいいのかな。あー、でも来た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 。地道に地道に。なんだ、一向にお金は増える気配がない。やっぱその光ってるやつでイベントのやつで儲けないとダメそうですね。いやー、滑るな、でかいのは。光ってるのだいぶ乗ってるんですけどね。光ってるやつ。よしよしよし。あー、いいですね。そのアームで、
位置を微調整するのありだな。結構戻ってくる時のアームにお菓子がぶつかること多いな。あ、いいですね、いいですね。あー、落ちるそれ。いやー、難しいな。あ、ペンギンいけるかも。ペンギン、そっちが落ちちゃった。よしよしよし、来た。いや、もう落ちてるんですけど。あ、ゲームオーバーあー、また所持金1000円からもらえるんですね。あ、一応そこら辺は優しい仕様だけど、最低5000円稼がないとダメだな。よし、来た。お菓子タワー。あー、お菓子タワー来た。あ、これは確実にいけそうですね。お菓子タワーいいじゃないですか。はい、もうちょい。あ、いいですね。ペンギンも来た。お菓子タワーと一緒に。お菓子タワーいけないかな。はい。あー、来た、お菓子タワー。よしよしよし、300円ぐらい。もう一個そのハテナがあるけど、あ、でも結構いいですね。ペンギンもやりつつ、ゲームオーバーになるとペンギンもリセットされちゃうのか。それもう、最悪。最悪ですね。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。あ、でも結構取れ始めたかも。5000円は相当長い道のりだな。あ、ペンギンが。ハマってるけど動けない。あ、来た。あ、暴走車ですね。はい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 。いけ。あ、間違えた。これ難しいんですよね。それに合わせて。ダメ？まあ、その暴走車と一緒に行けば。いや、難しい。はい、どんどんやらないと。よし、いやー難しい。はい、あと20秒。はい、よし、あと1回ぐらいかな。最悪。もう一回かかりそう。オッケー、暴走車やりましたね。お金はその暴走車が掴んで落とせばいいのかな。暴走車落ちそう。それ絶対ゲット欲しいな。暴走車ゲットしたいですね。今いけ。あー難しいな、それ。落ちろ、落ちろ、落ちろ。暴走車来い。落ちそうですね、これ。もう一押しなんですけど、なんかお菓子来ないから。動いたらもうダメですね。いや、もう完全にちょっと引っかかってるんですよね。あー、来い。来い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 。溜まってきた。暴走車押して。いやー、引っかかっちゃってんのかな、これ。あー、来た！おー、1600！ なるほど、こう、狙ったやつは、こう、動きながらですね。それでやればいいのか。まあ、55ではダメですよね。あ、めちゃくちゃお金入った。よし、ちょっとこれまた、ライブ配信ですね。それでやってきましょう。頑張ってペンギンも集めたいですよね。いや、意外と難易度高いかも。うん。よし、ということで今回は一度この辺りで終わりにしたいと思います。